私は都内某所にあるスタジオに来ています。この建物は一見外から見ると普通のマンションのように見えます。しかし実はこの中であの人気番組斉藤弘美のラジオはアメリカンの収録が行われるというのです。それでは早速奥の方へ入っていきたいと思います。なかなか絨毯など敷き詰められていて高級感のあるところです。あ、向こうに立っているのは花はじめさんか谷圭さんでしょうか。あ、今スタッフの一人が荷物を持って入ってきました。どうやら郵便局へ荷物を取りに行っていたようです。荷物はがきがたくさん来ています。あ、今荷物の仕分けが始まりました。どうやら食べ物とそうでないものに荷物を分けているようです。リスナーからの差し入れがたくさん来ています。あ、今荷物を開け始めました。食べ物のようです。 あれはリンゴでしょうか。スタッフが集まってきました。みんなで食べています食べています。あ、向こうの箱はお菓子でしょうか。そちらも開けて食べています。あ、この箱もお菓子でしょうか。食べています食べています。スタッフはものすごい勢いで食べています。いや早いですね。もうほとんど食べ終わってしまいました。モアイが入ってきました。モアイです。あの大きな顔はまさしくモアイ、いや斉藤弘美さんです。どうやらリスナーからの差し入れで斉藤弘美さんの食べる分は残っていないようです。しかしどうしたことでしょう。収録の時間が迫っているというのにまだ打ち合わせすら始まっていません。一体何が起こっているのでしょう。一人忘れていました。放送作家がまだ来ていません。放送作家がまだ来ていません。いやしかしスタッフはみな涼しい顔、同様の色は全く見られません。いつものことなのでしょうか。あ、今スタジオの中に走ってくる人物がいます。あれは総兄弟の弟さんの方でしょうか。これ以上流れるともう悔しい、裏側がバレちゃうんだ。オレ走り上げてオレ取り留め